クソディジチャンネルってコメント返し、今日のコメント。イントロや間奏のメロディーに印税が入らないのは日本だけなんですねと。日本だけなのかどうか知りません。アメリカが違うっていうだけなんで、どうしても日本人って、アメリカがそうだと、なんか日本以外の世界中全部そうだと思いがちなんですけども、知りません、そんなことは。おそらくだから、イントロや間奏のメロディーに印税が入らない国はあると思います。ちゃんと調べたことないですから、調べてみてください。なかなか出てないと思うよね。こういうなんかマニアックなことってね、ネットいくら検索してもね、なんか出てこないから。そうやってこう、日本人とかって特にだからその洋楽、なんか西洋の音楽が好きな人っていうのは結局なんかこう日本が遅れてるっていう感覚があって、昔僕もそうだったからすごくよくわかるんですけども、まあね、今の若い人たちっていうか、まあジジイだから若い人って言っていいんだけども、20代30代ぐらいとかかな、その辺の人たち、まあ20代とか10代の人たちってのは日本っていうのが西洋から遅れてるっていう、まあ、感覚はもう基本全くないっぽいですから、そういうふうな考え方っていうのはないと思うんですけども、まあ日本はね、嫌いな人っていうのがね、まあ少なからずはいるとは思うんですけども、まあそういう人もね、なんか海外に行くとね、日本の良さっていうのがすごいよく分かったりとかするから、いうのおすすめなんですけどね、まあコロナ関係でなかなか行けないから大変ですけどもね。アメリカでそうだから違うのは日本だけなんだっていう考え方っていうのの話をちょっとしたくて、このコメントを取り上げさせていただきました。と、まあ機会をいただけてありがとうございます。次のコメントです。 iMac をご使用なのでロジック使いだと存じますが、ね、ロジックじゃないんですよね。プロトゥールスです。スタジオの現場とかそういう風なところはもうみんな、僕の場合はだからもう98年ぐらいからプロトゥールス使ってるんで、基本はプロトゥールスでやってて、デモを作るのもだから全部プロトゥールスです。昔はデモを作るのすごくプロトゥールスでやりづらかったんですけど、今でもやりづらいですけども、ループとか少ないから。なんだけども、まあ基本的にはだからもうリバーブとかなんかもうそういう風なものとかも全部だからこうお金かけるの嫌いなんで、全部プロトゥールスに最初からあるものだけでやってたりします。なんで、ロジック使いではなくてプロトゥールス使いです。ボーカル通りは24ビット 192Hz の方がいいんですか？ボーカル通りね、24ビットより、ね、32ビットの方がいいと思いますよ。だからそのストレージの量だったりとか、そういう風な部分、あとはだからいろんなこう作業の問題とかで、ボーカル通りだろうが何だろうが、基本的にはビット数とサンプリング周波数は高ければ高いほどいいというか、そのいいとか悪いってまあだから音楽にはないんで、どっちかっていうとだからその今までできなかったことをやると今までとは違うサウンドになって新しくなるぞっていう、そういう部分、新しいのがいいっていうまあ価値観はあるのかもしれないですね。なんか知らないけど。それかオーディオインターフェースのダイナミックレンジの値が大きい方を選んだ方がいいのかっていうのはね、ご意見をお聞かせくださいと。まずオーディオマニアっていう昔からのこうステレオとかでもう何百万をかけるような人たちとかでも有名な話としてですね、音はね、出口と入り口が大事だっていう話があるんですよね。出口っていうのはまあ基本 iPhone なんでまあいいとしてまあよくできてますけどね、 iPhone とかね、あと iPhone のイヤホンあれとかで聞く人もめちゃくちゃ多いじゃないですか。なんで昔もよくその iPhone とか出た頃は iPhone のイヤホンでスタジオのやつにこう繋いでそれで聞いてみたいなのね、1、2回試したことあるんですけども、割とiPhone のヘッドホンってミックスとほとんど印象変わらないんですよね。バランスとかも変わらないし、本当によくできてます、さすがに。なんでまあね、スピーカーの方はね、なかなかもう元々だからそのアップルの人がね、あのスピーカーで音楽を聴くとは思わないで作ってましたからね、最初は。なんだけどみんなあれで聴くようになっちゃって、僕も最初びっくりして、なんでこんなんで聴いてんだみたいな。なんでもうドラマーもだからキックがあるかないかなんてのは分かんなかったりとかね、キックとかベースで全く聞こえないから、8までは。本当にだからアップルの人もね、あれで音楽聴くって想定してないような感じなんだけど、意外とみんな聴いてるじゃんって、6とかそれのあたりから。なんで一生懸命なんか音楽を聴くに耐えるようになんか改良して、今のなんか10以降のベースとかが聴けるようになってると思うんですけども。音というのはね、出口と入り口っていうのがすごい大事なんで、まずは入り口というと、ミュージシャンのイメージとかから始まるんだけども、だからそれがクソだと最後までクソなんですけども、発声だったりとか、ピッキングのスピードだったりとか、なんかね、ショットのスピードだったりとか、そういうふうなもの、なんか鍵盤のスピードだったりとか、そういうふうなものとかもあるし、そこがまずちゃんとしてて、そうすると次はだからマイクがちゃんとしてるかどうか、それでちゃんと拾えるかどうか。そうやってだから入り口から順番に全部やって、どっか一個でも基本はだから足し算じゃなくて掛け算なんで、どっかがゼロだと全部ゼロになっちゃうんですよ。どっかがマイナスだと全体がマイナスになって、まあそのマイナスとマイナスかけるとプラスになるから、そういうこともまあ稀にあるかもしれないですけども。ということなんで、そのボーカル取りのその24ビットとか、サンプリング周波数とかビット数とかそういうのってのは、そこのコンピューターに取る時の話で、その前にオーディオインターフェースがあるわけじゃないですか。ということは、そのマイクの次、マイクとオーディオインターフェースの間はケーブルがあるでしょ、ジャックがあるでしょ、そこのクオリティとかケーブルのクオリティとかっていうのをちゃんとして、初めて今度はオーディオインターフェースのダイナミックレンジの話になってくるわけです。だからサンプリング周波数とかそういう風なものとどっちを優
優先するかというと、まず先にはオーディオインターフェースのダイナミックレンジというのがすごい大事だったりします。ただ同じ方向同じベクトルで、だからいい悪いとか、まあ音がいいとか悪いというのは、まあだからレンジが広くてピークが少ないってやつなんですけども、まあだから音が悪くなるってのは上とか下がなくなったりとか、どっかがこうピークができたりとかっていう、まあ僕の言う良くない音っていうか、まあ聞いてて気持ちの良くない音になるわけなんですけども、これのどっちがいいかと言われると、まずはだからオーディオインターフェースちゃんと考えた方がいいかなとは思いますね。オーディオインターフェースをすごいだから安いやつにしといて、それでなんか192キロで撮ったところでっていう部分もあるけど、まあそれでもまあやってみて、まあかっこよきゃそれはそれでいいというか、まあそれで伸びればそれでいいかなっていうのはあるけどもね。だけど基本的にはそういう感じです。だから入り口から順番に考えましょうと。だから楽器とかでもなんか音が出ない時っていうのは、まずはボリュームが上がってるか次にジャックが NG じゃないか、次にシールドが大丈夫だ、次にシールド変えてとかね、そうやって入り口から順番にこうチェックしていくっていうのが一番論理的には早いんで、勘でここかなとかね、なんかねやるよりは絶対そっちの方が早いです。そんな感じです。はい、今はこの iMac でミックスはこれで してますね。なんかこれのスピーカーとか結構低音出すぎててちょっとクソですけども慣れたんですごくいいと思います。これでミックスして iPhone で聞くの、僕いつもだからミックスするときってこれで聞いて、それをだから iPhone でモニタリングしたいんで、これだからリアルタイムでなんか音の劣化しないで、ここのスピーカーの代わりに iPhone のスピーカーから出るっていう、そういうやり方、まあ例えばだからなんかライブ配信みたいなことをやればいいんだけども、それむちゃくちゃ音変わっちゃうからなんかね、いい方法ないですかね。なんか USB とかで繋いだらだいぶマシになるかなと思うんですけども、今はしょうがないからミックスしたものを Google ドライブにアップして、それを iPhone にダウンロードしてそれで聞くっていう、まあ結構だから手間にはなるんですけども、でも有線でやってるんで全部なんで、まあ結構早いっちゃ早いんで、そんな感じでやってます。もしだからそのミックスとかする方とかはもう本当にそれをおすすめします。まあみんなやってると思いますけどもね。そんな感じでした。いろいろ話ができてありがとうございました。クソジジでした。